種まきジャーナル。では今日の特集です。今日のテーマは原発と活断層、その実態を聞く、こんな風に題してお送りいたします。近藤さん、はい、これからお話をさせていただきますのは活断層の研究の第一人者でいらっしゃいます、東洋大学教授の渡辺光久先生です。渡辺さん、こんばんは。こんばんは。どうもはじめまして、水野と申します。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そして近藤さんがいらっしゃいます。毎日新聞の近藤です。お世話になってます。どうもはじめまして。はい、渡辺さんが今日お話しくださるということで、実はラジオのリスナーの方々から質問を頂戴いたしました。はい、渡辺さん、早速この方の質問に答えていただきたいと思うんです。ラジオネーム62歳の主婦の方ですけれども、今政府が再稼働に向けてひた走っているように見えます大井原発ですね。はい、この福井県にあります大井原発の近くにはどのような活断層があるんでしょうか。そしてそれが近い将来地震を起こす恐れってあるんでしょうか。こんな風に聞いてくださっているんですが、渡辺さん、いかがでしょう。大井原発のですね、はい、本当に近いところに大きな活断層は見えないんですけども、はい、数キロ離れたところにかなり、大きな地震を起こす活断層が存在しています。数キロ離れたところに大きな活断層があるんですか。そうですね。でそれはですね、いつ動くかということは全く分かりません。はい、明日動くかもしれません。動くかもしれません。で動くとしたらどれぐらいの地震を起こす規模の活断層なんでしょうか。マグニチュードで申し上げれば、はい、7を超えるくらいだろうと思います。マグニチュード7を超える揺れをもたらすような大きな活断層が数キロ離れたところにあるんですか。はい。はあ。でただ問題はそこではなくてですね、はあ、どうも敷地の中にも小さい活断層がありそうだということはだんだん分かってきて、大井原発の敷地の中にもですか。そうですね。はい、民間の市民団体の方が提示されたデータは、私見せていただいて、活断層ある存在する可能性が否定できないと、そういうふうにコメントして、もうすぐその記事も出るんだと思いますけど。そうですか。はい、大井原発の敷地内にも活断層がある可能性を否定できない、あるかもしれないっていうことですよね。私直接その中に入ってみることができないので、わからないとしか申し上げられないんですけども、はい、その公表されているデータを見る限りですね、活断層ではないんですかっていうふうに思わざるを得ないようなものが出ているんですね。はあ、でそのことはそちらの方が心配な方ですね。はあ、そうした敷地内の、小さなとおっしゃいましたけど活断層が動く可能性もあるでしょうし、それも、いつ動くかっていうのは全く分かりませんけれども、はい、その敷地内のやつが原子炉の下にもあるので、はあ、そういうものがもしかして動いてしまうと、これはちょっと大変なことを、想定できるわけです。原子炉の下にも活断層があるやもしれない。でそれが動くときってね、どんな最悪なことがありうるんですか。建屋の下、真下のやつが動いてしまうと、はい、建屋が壊れますので、はい、そうすると原子炉本体に頑丈に作ったとしてもあったとしても配管その他が壊れてしまうとですね、はい、かなり深刻な事態になるんじゃないかと思います。ただそこ私専門工学的なところは専門ではないので、はっきり申し上げられませんけども。そうか。近藤さん、はい、今の渡辺さんのお話聞かれてどんな印象持たれました。先生ね、はい、この耐震性をそうするといかに高めてもその活断層が下にあるってことになると、これ先生の専門じゃないかも分かりませんけども、どんな建物でもダメなんですかね。
直下にあるものが土地がずれてしまった場合は、うん、あの耐震性は関係ないです、ね、関係ないわけですか、そうなんですか、あのずれてしまった場合にはあの私たちが今まで見ている世界の活断層動いた現場を見ている限りは、あのその上にあった建造物が無傷だったという例はほとんどないわけです。ない、あのもう一つ非常に素朴な疑問なんですが、いわゆるあの東日本大震災っていうものは、これはあのプレート境界型の地震だって言われてますよね、でそれは活断層っていうものはどう関わってるんですか。関わってないんですか。私たちはあのプレート境界の地震も基本的には活断層だと思ってます、ただあのプレート境界の活断層は非常に規模が大きいという、理解ですよね、規模が大きいので、大きな地震を起こすというそういうふうに思ってます、要するにプレートの内部に抱き込んで活断層があるっていうことなんですか。プレート境界も活断層という考え方ですね。ああそうですか、活断層というものがということは建屋の下にあったらどんなに強固なものを建てようが耐震性を高めようがその建物はやっぱり何らかの形で損傷すると考えなきゃいけないわけですよね。そのように考えなければいけませんので、あのもし確認して新しい時代に動いているということが確認されればですね、調査の結果、あのやはり動かすべきではないと、動かしてはいけないものだと思います。あのそうしますと先生、その原発が日本中にあって活断層がなくて、動かしても大丈夫だっていうのはどこにあるんですか。あの敷地内に、原子炉のすぐ近くにずれるようなものがない、あるのもあるところっていうの方がですね、はっきり分かっているところがありまして、それが、大井、それから三浜、文殊、敦賀ですね。三浜、文殊、敦賀、若狭湾はかなり危ないと思います、それ以外に下北の東通り、それから大規模な活断層があるのがあの浜岡と、それから、下北の、あこれ発電所ではないですけど6カ所の再処理施設です、6カ所の再処理施設もそうなんですか、そうですね、今分かっている限りではその範囲です。で他のところでまだ分からないけど、調べとかなあかんというところはいっぱいあるんですか。そうですね、あの非常に詳しく調べたっていうところは、すみません、非常に詳しく調べてないところがあるわけなので。そうか、まだ調べきってないんですね。いやそれがそのあれですけどね、ホワインさんとかは調べたとおっしゃってるわけだけど、それはしかし専門家の私たちが見ると、これはダメなんじゃないのっていうのが、今までいろいろ出てきちゃったもんで、そうしたら先生、その活断層というレベルで原発の安全は保障できるところはどこなんですか。あの活断層が近くに私たちには見えない発電所というと、あの佐賀の玄海、それから九州、あの鹿児島の仙台発電所はあまり近くにはないですね。その2つだけですか。その他はかなり近いところにあって、で先ほど申し上げたところが本当に近いところにあるという感じ、先ほどの話ですと、要するに活断層があったらどんな建物もダメだということになりますとね、とその先ほど その敦賀とかもこの文書なんかあるところも含めて先生のお考えだと、もう直ちにやめた方がいいということなんですか。私は今私が申し上げたところは全て廃炉のステップを切る、あの道、あの次のステップを切るべきだと思いますね。これは必要であれば、申し訳ありません、必要であれば活断層のない安全なところに作り直すしかないと思います。活断層のない安全な場所なんて特定することは容易にできるんですか。あの、普通に真面目に調査やれば、活断層がない場所っていうのは出てくると思います。あの保安院とかその原子力を推進してきた政府などは どんな審査をしてこんな活断層の真上や敷地内にあるなんていうところに原発を建ててしまったんですか。あの40年も前になると私もよくわからないんですけども、あの想像するだけですが、やはりどなたかが場所をまず決めるんだと思うんですよ、それでその場所が安全だという作文を始めてしまうわけですね、
でその作文が、まあ、言葉は申し訳悪いですけども非常に出来が悪いので、うん、あの後で私たちが本当ですかって見た場合の時にすぐに、ま、まあ、間違いは分かってしまうと、うん、そういうことじゃないかと思います。先生、この間大井の原発再開再稼働に絡んで私の責任でって総理大臣が言ったんですよね、はい、そうするとね、その先生のお話聞く限り私の責任もクソもないですよね、これ。今あのそういう決断をされたということは、まあ、それなりに評価されるのかもしれませんけども、うんうん、あの方に責任取っていただいてもどうしようもない。どうしようもないですよね、あの先ほどですね、ニュースでお伝えしたんですが、はい、福井県にあります美浜原発の2号機、はいはい、これは40年を超えても運転をすることを容認するという方針を保安院が、まあ、打ち出そうという話なんですね、はい、でしかしながら、渡辺先生は美浜のところには活断層があるとおっしゃいました。その可能性があると思います。これどう思われます？40年を超えても運転をし続けるように政府はしようとしているようですが、それはあの許してはいけないですね。すみません、私はですね、はい、原子力は使っていいと使うべきだと思ってるんですよ、うん、だけどあまりにひどいあの安全審査がですね、はあ、ものすごいところに作っていいのでそれはもうちょっと勘弁してくださいという形でコメントをいろいろしてるんですけど、ああそうですか。先生は原発はいいという考え方なんですか、うん、いいというか、まあ、あの現状では必要なものだと思います、うんうん、それでもひどいところに建てることにおいては驚きがあるわけですよね。驚きですね、うん、かつてはまあさすがに原子力発電所ですから、真面目にきちんと調査やってると私は信じ込んできたわけですが、はあ、今の多分国民の大勢はそうだと思いますけども、で私はその専門性がこういう専門ですから、うん、あの本当ですかとこう見たときにですね、うん、もう間違いがすぐに分かってきて、はあ、さすがにこれちょっとほっとくとまずいんじゃないかと思うぐらいですね。先生、活断層というのはあの相当綿密な調査がいるんですか、あるかないかっていうのは。